ロックマンシリーズロックマンクラシックスコレクションロックマンクラシックスコレクションはロックマンシリーズのロックマンからロックマン6までを収録したオムニバスソフト北米では2015年8月25日に PlayStation 4 Xbox One Steam 版のダウンロード販売が開始された後に欧米では2016年2月23日にプレイステーション4 Xbox One 版のパッケージ版の販売、Nintendo 3DS 版のパッケージとダウンロード販売が開始された。日本では Nintendo 3DS 版は2016年2月25日にパッケージ版として発売された。ロックマンのアミーボに対応しており、読み込むとチャレンジモードのステージが開放される。PlayStation 4版、Xbox One 版、 PC 版は新要素を追加し2016年5月26日からダウンロード販売された。2018年5月24日には任天堂スイッチ版が発売された。スイッチ版には新たにプレイ中に巻き戻しをして巻き戻した場面から再開できるリマインド機能が追加された。イメージイラストは日暮し隆治。ファミリーコンピュータ版の完全移植版の6作品の 他、高難度のチャレンジモードと各種イラストや開発資料を収録したミュージアムモードが収録される。ありがとうございます。